こんにちは。いつもメールありがとうございます。速稼塾の久保でございます。そうか、カナダのことっていうのね。まあ、そうですよね。うん。まあ、他の方には何のことかわからないと思いますけども、カナダね。今回のね、メールの返信の本題なんですけども、いわゆるね、仮想通貨、暗号通貨のことですけども、まあ、実はですね、今年仕込むならこれっていうのがいくつかあるんですよ。まあ、これについて、あんまりね、これ放送するとね、リスクもあるしメリットもあるんですよ。というのが、この暗号通貨いけますよっていうふうに自分が保有している通貨のことを知らせると、まあ言ってみれば、釣られて買う人っているんですよ。あ、そうなんだみたいな感じで、じゃあ久保さんを信じてみたいな人ね。まあそうじゃなくても、知らせることによってその通貨に注目が多少集まって、少しでもその通貨が売れることによって値上がりっていうのはするんですよね。通貨ってのは買われれば値上がりして、売られれば値下がりする。ただこれだけなんで、例えばカルダノエダを私はプレセールで買いました。買ったら知らせることによって、上場後に買う人をたくさんね、見込みをつけておくことによって、上昇益っていうのが狙えるわけですよね。まあ、ただこれだけなんですよ、本当に。暴落するぞーっていうふうに言って、それがもしね、信じられたら、暴落して安値で買うってこともできる。昔モルガンなんとか銀行かなんかのね、人が言ってましたよね。ビットコインは詐欺だっていうふうに言って、ビットコインが値落ちしたところでガッと買ってね、値を上げて売り抜けるみたいなことをね、せこいことしてましたけども、影響力があそこまでつくと、そういう風なね、言葉による操作で利益を得ることができるんですよ。まあ株式とかだと風雪のルーフとかになるんでしょうけども、暗号通貨にはそういうのが今のところね、通用しないということらしいんで、そういうことをする人がいたのかなと思います。まあ私はでもね、整理しますけども、今年この通貨がいいんじゃないかなってことを言って外れたらね、恨まれるわけですよ。少なからず自己責任は理解していても、多分結局久保さん言ったら損したよみたいなことでボソッと言うわけですよ。でもね、同じぐらいメリットがあるのは、知らせることによって本当に買う人が増えたらね、本当に値上がりしてみんなで利益取れるんですよね。まあ、ですんで、改めてこの暗号通貨とこの暗号通貨とこの暗号通貨狙ってるんだよっていう風な言葉の裏というかね、その言葉に合わせて、まあけど最終的には自己責任で買ってくださいねって、私が勧めてるわけじゃなくて、私がなんで買うかを説明することはしますけども、あなたも買いましょうってことじゃないですよっていうのはね、挟んでいこうかと思います。ということでね、今度、塾長視点のレイヤー1の、ADA以外のおすすめなど語ってくださいませって書いてますんで、語っときましょうか。とりあえず今日、語っときましょうか。しばらく前から私がね、仕込んでいた暗号通貨。しばらくって言ってもね、ほんのね、1ヶ月ぐらい前ですよ。3週間前か。それ、まあ、どうしようかな。言いましょう、今日。ASTAR、アスターっていうのがあります。アスターは、7円から8円。そして、12円から13円の頃に私は仕込んでます。現在、18円前後を介して16円ぐらい落ち着いてますんで、2つのキャッシュポイントで買ったものが両方とも利益になってますね。7円で買った方はおおよそ倍額以上になってますし、12円13円で買った方は 40% から 50% の利益になってるということで、まあまあの利益額になってるかなってことですね。アスターですね。アスターいかがでしょうか。いいんじゃないですか。記号は4文字で ASTR と言います。アスターね。本日の価格、コインマーケットキャップで 13.89 円です。アスターは、今年中に5倍から10倍になるというふうに目論んでます。まあ、その理由もこれからお話していこうかと思いますけどね。アスター、結構、これはね、強い通貨の中でも、イーサリアムベースでね、イーサリアムの開発者が、チャールズ・ホプキンソンさん以外のね、メンバーがこのアスターには関わっていて、アスターを支える別の通貨が今ね、こう二次的に売れてるんですよ。ですんで、このアスターはいろんな意味でいけるんじゃないかなと思って、今年狙い目の通貨のうちの一つになってます。アスターね。まあ私の影響で買わないでくださいね。あくまでも、あ、久保さんこれ買うんだぐらいのものですからね。進めてるわけではありませんけども、気持ちとしては進めたいと思っております。それでは本日は以上です。